吉田さん、いいですね、ブログの資産化。いや、私もね、それね、思わないでもなかったんですよ、実は。私のやってた時代っていうのは、ブログのバナーをね、一時張り替えないといけなかったんですけど、確かにアドセンスってのは、その時同時にあって、アドセンスってのはね、追っかけ広告なんですよね。まあ、それをね、思い出しました。やっぱり、ブログをね、やっぱこう、なんですかね、現役でやってないと、あ、そういうことを忘れちゃったまま喋ってたなっていうのがありましてね。あ、確かにブログいいなと思いましたね。うん。ブログもいいんですけども、結局 SNS も YouTube から触れるんですよね。私の場合は Facebook がその位置にあるんですけども、まあ、吉田さん Facebook はその代わりやってないですよね。あの Facebook で、例えば YouTube 更新しましたっていうと YouTube のアクセス引き込むことになりますし、 YouTube をやっていながら、まあ、Facebook の話をすると、あの同じ名前でね、 Facebook の方から友達申請来て、Facebook の記事を見てもらえるという形で Facebook への誘導はあるかなと思いますね。でもこうしてみるとやっぱりね、ブログの方が優れてるなと思いますね。確かに今ね、1年間更新して毎月、まあ、5万とか1あ5000円とか1万円、これ結構大きいと思うんですよ。で、下がることはないですからね。ブログっていうもので、例えば月間で3万円稼げるようになったら、その3万円って今の形の広告だったら落ちることはないですよね。上がることはあっても、で、ブログはアカウントがキックされることもないと思いますんで、その可能性低いんで、自由にやっていけるかなと思いますね。いや、それいいじゃないですか。とってもいいと思いますよ。で、今ね、まあ、吉田さんが YouTube とブログっていうのを一対として考えるなら、私は YouTube と FX かなというふうなところですかね。YouTube と暗号通貨かもしれませんね。まあ、FX 暗号通貨系が、YouTube と対応なすもので、吉谷さんの言う YouTube とブログと同じようなペアかなと思いますね。あの、要するに、あの暗号通貨とか FX っていうものは私も一つのプラットフォームなんですよね。 FX の窪、暗号通貨の窪でもあるわけなんですよ。まあ、ちょっと規模はちっちゃいかもしれませんけど、ただやっぱりね、ブログね、いいですね。私もね、だったら暗号通貨や FX のブログいいんじゃないかなと思うようになりましたね。いや、今回はね、大きなヒントと学びをいただいたかなと。まあ、ブログね、一生懸命書くような私はちょっと意欲は多分今ないんですよ。じゃあ1年間書こうかなとか思えないんですよね。書いても1日書いて3ヶ月放置みたいな、そんな感じかなと思うんですよね。まあ、ノートもね、知っていながらやらないっていうか、やればいいことって無数に思いついてくるんですけども、どうしようって感じですかね。いってらっしゃい。